雨が降り始めています。ぼっちゃんスタジアムです。さあスワローズ一打先制のチャンスです。まあ取れる時にしっかり点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには山田が入っています。インサイド落ちました。さあどうだ、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。スワローズ期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。バッターボックス山田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。フォアボールのランナーが出ています。入れました、ファールボール。アウトコース決まってストライク、あっという間にツーストライクです。バットが動きませんでした。三振になります。バッターは3番山田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。ツーアウトになっています。打った、大きな打球になった。この当たりはどうか、フェンス直撃。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット。打順は3番山田、前の打席はツーベースでしたからね。はい、今日はバットが触れてるような。初球打ち高く上がった、ぐんぐん打球入った、ホームラン、ツーランホ。赤星さん、非常に厳しい状況だと思うんですが、逆転できる可能性が出てくるとすればどういったプレーが必要ですか。とにかくランナーを貯めることですよね。そうですね、その展開作ることができるんで。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これで3打席連続のヒット、ノーアウトランナー1塁。残念ながらヤクルトスワローズ敗れてしまいました。赤星さん、今日はなかなか勝機が見出せない。好天に恵まれました神宮球場です。3番バッター山田、昨日はホームランを含む4安打を記録しています。いいところで点を取ってくれましたよね。頼もしかったですね。そうですね。さあここも期待がかかります。2アウトランナーありません。ドカーン、これは入るでしょうね。高く上がった、突き刺さった、ソロ。頼りになる男がやってくれました。ご覧いただいて。打席には3番バッター山田、さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。いい形でつなげましたね。さあスワローズインコース打ちました、いい当たり、切れました、ファールボールです。これが2球目。打ちました、高く上がった、これはどうか、センター左へのヒット、サードランナーホームイン。1点、期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。さあスワローズチャンスの場面を迎えています。ホームランバッターを迎えてますから、一発逆転が見たい場面ではありますよね。なるほど、そうですね。まあそして彼は今日大当たりですから、ここもホームランを期待したくなりますよね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。左中間へ持っていった、ワンバウンドヒットになった、同点のランナーが三塁を回った。中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン。
スワローズ追いつきます。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで同点です。さあチャンスを迎え、さあ初球は何か、レフトに持っていった、ぐんぐん伸びる、入りました、ホームラン山田。さすがクリーンナップという一発でした。その差を5点。バッターボックスには3番山田、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。打った、左中間に強い打球、さあどうだ、このフライはヒットになりそうだ。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。そしてこれが今シーズン20本目の続く。試合を制したのは東京ヤクルトスワローズです。今日は打線に助けてもらったと言えるのではないでしょうか。長い晴れた天気になりました。神宮球場です。バッターボックスは3番山田、昨日のゲームはホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。2アウトになっています。マウンド上のピッチャーは西、そしてキャッチャーは岡崎。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャー、打ったー、左中間に大きな打球、真ん中を破りました。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出ました、ヤクルトスワロー。3番バッター山田、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトになっています。打ちました、痛烈な打球、切れました、ファールボール。この球は外れています。さあ4球目は何か、打った、この当たりはどうか、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット。バッターボックスは3番山田、今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。すさまじい集中力を見せています。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはインサイド、落ちました、ワンバウンドヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞。バッターボックス山田、ここはインコースの使い方を考えたいですね。さっきインコースを打たれましたからね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が入った、ソロホームラン。いや完璧に取れました、見事なホームランです。先ほどはここは少なくとも犠牲フライは打たないといけないですね。そうですね。初球一直線入った、ホームラン山田。いやインサイドの難しいボールでしたけど。ヤクルトスワローズが見事勝利を収めました。今日は西さん打撃で圧倒しましたね。本当ですね、打線が良い。